れている日は夜空を眺めるのが僕の楽しみ。お星様のことが大好きなんだ。でも、わからないことがいっぱいだな。なんで星って夜なのにキラキラ光るんだろう。あ、流れ星だ。イルカはね、ギリシャ神話の世界では神聖な動物で、海の神ポセイドンの使いだと信じられていたの。ある時、シチリア島で音楽コンクールがあり、ギリシャ全土の音楽家が集まってきました。そこでコリントス王はアリオンをコンクールに参加させることにしました。でっかい星だな。なんだか吸い込まれそうだよ。あの星は木星だよ。地球の約11倍の大きさなんだよ。そんなに？こんばんは。こんばんは。こんばんは、サソリ座さん。よう、元気してるか？サソリ座さん、こんばんは。さっきまでね、オリオン座さんとお話ししていたんだ。オリオン座に会ったのかい？ずっとずっと前に彼のことを俺の針で刺しちゃったんだけどさ、それ以来彼は俺のことを怖がって逃げちゃうんだよ。砂粒の続く方へ行ってみよう。彼は忙しいからめったに会えないんだ。早く追いつかないとまたどこかに行っちゃう。全速力で追いかけるから僕にちゃんと捕まっていてね。やっと追いつくことができたよ。久しぶり、水星くん。おお、なんだか今まで会ってきた星たちと君の体はちょっと違うな。久しぶりだね、イルカくん。いつも探してくれてありがとう。流れ星だ。お父さんとお母さんとずっと一緒にいられますように。またみんなに会えますように。